真っ白なキャンバスを想像してみてください。次に真っ白なキャンバスのような車を想像してみてください。私たちはこれまでにない新たなモビリティの姿にチャレンジしました。フィアトロ 4Days コンセプト、日産の新たな提案です。これはもちろん車ですが、同時に高性能モバイルガジェットでもあります。移動という本来の役割以外に車に新たな価値を見出す世代をターゲットにしています。彼らにとって車はソーシャルデバイスの延長、自分の経験をすぐにシェアして自由にアレンジして楽しめるツールであってほしいと考えています。私たちは彼らをシェアネイティブと呼んでいます。スピード感、力強さ、プレミアム感のような私たちが当たり前のように車のデザインに取り入れてきた付加価値は、シェアネイティブズが求めているものとは必ずしも一致しないかもしれないと考えました。彼らは遊び、創造、コミュニケーション、そしてそれらの体験を共有するプラットフォームを求めているのではないかと思いました。エクステリアもインテリアも好みに応じてカスタマイズできるように極力シンプルにしました。スケジュール機能やナビを標準搭載し、ライトユーザーのニーズにも応えています。もっとクリエイティブなユーザーであれば、それぞれのアイディアを車に反映させて楽しむこともできます。例えばアニメーターやミュージッククリエイターは好きな場所で作品を披露することができます。インテリアコーディネーターにとってはこの車は尽きることのないインスピレーションの源泉となるかもしれません。ゲーマーであればインテリアを複数のスクリーンにしてゲームパーティーをすることも可能です。この車のコネクティビティ機能は途切れることのない外部とのつながりを楽しむことができます。インテリアではボイスコントロールやタッチインターフェースを採用することで、大きなダッシュボードパネルやシートをスクリーンのように仕上げています。この車は自由自在にアレンジし、自己表現を楽しむキャンバスであり、それをシェアするツールです。フィアトロ 4Days、 新たなコミュニケーションツールとしての提案です。